フレキシティフレキシティスウィフトマンチェスターメトロリンク M5000 軽電車マンチェスターメトロリンク M5000 軽電車は2009年12月21日に営業運転を開始したマンチェスターメトロリンクの LRT 車両である2009年から2016年にかけて120両がバウゼンで製造されウィーンで最終組み立てと試験が行われた第一編成は年月日に 到着した。2014年5月に旧型の車両をすべて廃車し、全車両が M5000 型に統一されている。車両形式は3000番台である。ボンバルディアトランスポーテーションのフレキシティスウィフトを採用した。ケルンシュタットバーンやボンシュタットバーンの K5000 型をベースとしている。三車体三台車の連接車となっている。車体はフレキシティ。 スウィフト標準のアルミニウム合金製である。ドアはプラグドアで開閉時にブザーが鳴る。パンタグラフは英語車に設置されている。制御装置はボンバルディア製ミートラックシリーズのイグ部と VVVF インバータ制御である。主電動機はトラクションスシステムオーストリア製の全、平時交通風,風式カゴ形参照誘導電動機を採用。 駆動方式は二段原則のクイル式駆動方式を採用し、主電動機からの動力は歯車、中空軸カルダン次手、弾性次手を介して伝達される。主電動機と駆動装置は、モーターギアユニットとして一体化されている。この駆動ユニットは、ホイト製であり、形式は 120SVSZH418 系である。メトロリンク。 エスファースト・ニュートラム・ラズイ・マンチェスター・ジェンプト・ A ニュージェネレーション・オブ・ドラムズ・フォーグレーター・マンチェスター・マンチェスター・マトロリンク・ハット・ lrv。マンチェスター・ツー・パート・バイ。ディレクショナル・トレーン・ホイット公式 hp。ハット tmr－ 三十六から三十から四。型定格回転数二千三百八十 rpm。最高回転数四千五百九十五 rpm。質量三百九十五キログラム。 定格電圧 520V、定格電流183、A 定格周波数 80Hz。ありがとうございます。